この間アミちゃんのイベントの時にも言ってたんだけど、私は話題に出るのが嬉しいです。お悩み相談。お、ヤンタにおける家事の貢献偉大。また呼んでもらえるように本当に頑張ります。いや本当に、覚えててくださるなんて嬉しいです。本当に私も、ね、ちょっとところどころでしか弾けなかったから、ちょっといろいろやってたのでところどころでしか弾けなかったんですけど、また改めて聞いてもう一回聞こうと思っています。はい、追っかけができるからね、聞きたいと思っております。ということで、ゆったりお送りしていく鹿島の夜中時ですけど、そうですね、さっきテレビで鬼ごっこのやつをやってたので、それをちょっと見ててました。今日はお風呂入る前に鬼ごっこ、それ鬼ごっこってか鬼退治か、鬼退治する番組、あれ超楽しそうだね。鬼退治か。私はでも鬼になりたいタイプです。そう、追っかけられる方は嫌いです。ガムさん、メルトメルトメルトだるま、家事の悩み相談あるかって、ありがとう。逃げるのは好きじゃないよ。だって逃げなきゃいけない、怖いじゃん。そうそう、怖い怖い。焼きたてのパンにバターを上手に塗れません。私バター嫌いなのね。違う、私の全然お悩み相談ならないじゃん。どうすればいい。終わっちゃった。はぁ、ソイフォンさん、コマンさん、カチカチだるまありがとうございます。おいちゃんありがとう。ホーチローが5番、あれライバーがない。ライバー、そんないっぱいあるの。ありがとう。いつもターボーだ。ハーチュハーチュ、ありがとう。いつも人参だけが余ってしまいます。どうしたらいいですかって。あー、家事もね、野菜スティック、大根、キュウリ、人参って3つあっても、人参残っちゃう。でもめちゃめちゃマヨネーズかけることが一番だと思います。かじゆきなんですけど、あの人参にマヨネーズをかけることが一番いいと思います。あの本当に、人参にマヨネーズをかけることによって人参の独特な匂いとか本当に一瞬して消えるんですよ。そうなんですよ。なので、そうですね、ぜひ皆さんやってみてください。それってあなたの感想ですよ。タボさん、ハートありがとう。半笑いって、ね、こんな感じだよね、でもね。少々皆さんお待ちくださいね。少し連絡が来てしまったので、こちらの連絡をお呼びいたします。ちょっとこの連絡だけ返してもいい？
ただいま買いました、赤島です。マークだるまありがとう、ガムさんだるまありがとうございます、おいちゃんだるまありがとう、 Thank you みんな見に来てくれてありがとうございます。お悩み相談してたのにちょうど、じゃあ誰も投げてもらってらしてちょっとダメだって読めたからよかったけど納豆巻きにマヨネーズも OK ですよね、ねって、えダメね、すっごい誰も投げるじゃん、ちょっと待って誰も見つかって全部全員見えてるからね、名前覚えてよっつってえ納豆巻きは、じゃあ納豆巻きにわさびかけるのありですか、カッパ巻きの感じでかけます、いつも。エミーさんだらもありがとうございます、 Thank you Thank you、 あ、納豆食べるときも普通にわさび入れるって、マジ？すごい、あ、よかった、ありなんでよかったです、初めて来てくださってる方が結構いらっしゃいますね、わさびつけない、あ、やっぱつけない人もいるよね、そうだよ、皆さんのおかげで、ただいま1位ありがとう、コマさんだるまありがとうございます、 Thank you よ、ありがとうよ、もらっていいの、食べるね、ありがとうございます、元気かい、もう夜中やね、55分、よかった元気が一番やね、ね、そう、なんかさっきグフがねすごいかっこいい形してて、パパがこんなかっこいい格好にしてたんだって話をしたんだけど、パパ触ってないって怖くない、怖いね、私がさあやったんだよね、多分覚えてないのよ、私がやったのか、普通に全然覚えてない、怖いよね、パパがめっちゃかっこいい形にしてやってんじゃんっていう話をさっきママと電話してたので、そう言ったら、パパあやの部屋入ってないよって言ってた、あーそれさっきよく言ってたよやばーい、やばみちゃん怖くない、多分自分が起こしたんだろうね、本当にそんなことであろう、と思っております、おーちゃんだるまありがとうございます、ランバラルのり、怖いね、なんか違った、え本当だモッコーさんがボンドリだっためっちゃがいじっちゃったから、ごめんごめん、めっちゃがいじっちゃったから
コメさん可愛いいただきました、ありがとうございます。おチャンネルもありがとうございます。でぎゅやばい、木工さんボンドね、木工ってきた洋ボンドって出てきちゃう私です。ほほほ、ほほよほよ。あ、そっか、プロレッチャーのオーディションも決まってね。じゃあ私はちょっと前に聞いてたりしたんですけど、びっくり、すごい、私も応募しようかな。ブレイズ応募しようかな。ガームさん、たらばありがとうございます。 Thank you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 , you. また兼任の話になりました。今回はですね、本当に兼任の話はありません。はい。マジでありません。驚かしてしまいましたか。これは本当にないです、本当にないです。今回はマジでないで、なかった、お声かかってないんです私。そうそう、プロレスに入れてくれなかったみたいですね。いや、そんな本当になかったっていう。神奈川公演見ててマイク交換して戻ってきた人が全然違う人っていうドッキリ思いついた。やりたい、それやろうよ、やろうよ。おお、てっちりちゃん、誰もありがとうございます。いや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 、ワン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 。お気に入りで買ったパンがリニューアルされてしまいました。受け入れるにはどうしたらいいですか。めっちゃわかる。私もね、なんかバニラモナカジャンボあるじゃん、あれの周りにホワイトチョコがすごいついてるんだけど、あれがあれなのよ、あれが結構あれなのよ、あれが結構濃くなって。あ、デイリー来たってありがとう。細ちんさん、こんばんは、ありがとうございます。そう、ホワイトチョコが、そう、バター感がすごい強くなったりとか、ホワイトチョコの感じがちょっと強くなって、美味しいんだけど、全然私食べれる感じではあるんだけど、ちょっとオーマイガーって感じではあるよね。オーマイガーではあるのよ、ちょっと。それはね、でも受け入れるにはあれだよ、やっぱ受け入れるにはやっぱさらに強いものをあれするしかないんですよ、やっぱり。え、なんかすごいたくさんの方来てるんだけど、どうしよう、なんでこんないっぱい来てるんですか。やだ、たくさんの方来てる、初訪問の方がいっぱい。ホスチンさん、オイさん、ありがとうございます。アンディさん、元気ですか。カジーです。お名前とか呼んじゃっていいのかな、これ。メンタッピさん、メンタンピさんとか、お名前呼んじゃった。よいしょ、ソリタオ、ソリタリオ、ソリタリオさん、よいしょ、カジーですわ。オイちゃん、ならもありがとうございます。減量中なのにツアー伝説するとつい食べ過ぎてしまいます、どうしたらいいでしょうか。でもさ、ご飯、食事制限よりも何か食べたい時に食べるもの、何だろう、食べなくてもいい時に食べなきゃいけないだけだから、食べれる時に食べたらいい、食べていいと思う、絶対。どうでしょう、家事そういうタイプ。家事、あのジャケット撮影があったんだけど、ジャケット撮影の時はちょっと痩せなきゃいけなかったのよ、私的にね。でもちゃんとツアーでラーメン食べたよ。でもちゃんと自分が落としたい減量の
通じはちゃんと切ったから大丈夫だった。他で調整したらいいんですね。おいしゃなるもありがとうございます。細人さん交番ありがとう。小松さんありがとう。お、神寺さんタコチューいただきました。タコチューありがとうね。カジはなりこという武器を持ってるからヒールなんかなって。すごいなんかたくさんの方来てる。すごい、すいません、すっぴんですから。はい、裏行っちゃった加工しようよ。加工、加工機能ついてなかったっけね。加工ピッと可愛くなった。うん、わかんない、加工できてんのかな。ククッと出ちゃう休みの日、今朝に起きて、あ、早朝に起きてしまいます。どうしたらいいですか。え、でも早起きって3本の得っていうね。でもなんか一回起きて眠かったらお昼寝したらいいと思う。そうそう、あれ出た待って、わ、出たか。皆さんにそう、ちょっと報告しなきゃいけないことがありました。ついさっきの話なんですけど、すいません、ちょっとお時間をいただいてしまう形になります。ちょうど私の配信の時間と被るなって思ってたんですけど、すいません、ちょっとお時間お借りしていますね。メンバーの島崎リアが新型コロナウイルスの感染が確認されてしまいました。皆さん、楽しみにしてくださってたと思うんですけど、明日のライブと秋田のツアーをお休みさせていただくことになりました。アップアップガールズ過去2期が全員濃厚接触という形になります。明日は、アップアップガールズ過去仮さんの単独ライブになって、秋田の公演はちょっとまだわからないんですけど延期という形になります。皆さんすごく楽しみにしてくださってたと思いますし、秋田に足を運んでくださる方もたくさんいらっしゃったんじゃないかなって思います。でも何よりも、卒業発表しているマーチャーの凱旋ということだったので、いろんな思いがあると思うんですけど、皆さん、本当に私もだから今ちょっとすごくびっくりしてて、さっきの配信終わった後に決まったというか発表になってちょっとびっくりしているんですけど、ちょっとここで本当に申し訳ないんですけども、こういう形になってしまいました。皆さんが日々感染対策とかこう、すごく言ってくださってる中で、私たちも万全をの対策を言ってはきてたんですけど、ちょっとゆりちゃんの体調は、回復には向かっているんですけど、ちょっと体調は悪い状況があったということで、そうですね、皆さんすごくギリギリになってしまったからびっくりされてる方たくさんいると思うんですけど、いや悔しいです悔しいです。本当に明日も悔しい悔しい、ものすごく悔しいけど、これはもうどうしようもないことだから、でも私も気持ちがちょっとぐちゃぐちゃしながら配信をしていることになってしまったので、言葉がまとまる前になってしまったのですごく申し訳ないんですけど、
皆さんにまた笑顔で、ライブをお届けできるのを全力で私たちもここからの日々を頑張っていきますし、何よりも私もゆりゆりが元気に戻ってこれるように願ってます。そう、ゆりちゃんがやっぱすごくいろいろこうはってなっちゃってる気がするしね、私たちにはできることがまだあると思っているので、まずはゆりちゃんが元気に帰ってくること、ゆりちゃんも一生懸命ここまでいろんなものを背負って頑張ってきてくれたから、その思いも絶対無駄にしたくないし、私たちも全力で頑張りたいなと思っております。どうかまた少し期間は空いてしまうんですけども、アフガニキのことを応援してくださったら嬉しいなと思います。私は毎日ショールームもで本当たくさん配信してるんだけど、ちょっとイベントがあるので時間は制限になってしまいますが、いろんなものがあるのでそれを使って皆さんに届きたいものをたくさん届けたいと思います。ありがとうございます。ちょっといろんな思いが、あると思いますが、私も頑張ります。この期間は上を向いて次みんなで笑顔で会うために上を向いて頑張っていきますし、きっと嫌なことずっと続かないと信じています。いいこと待ってるってことだろうなって思って頑張ります。そうや、この期間でもっとツアーに行きたいと思ってくれる方とか、家事をしを増やそうキャンペーンだね。あとはイベントがっつりがっつりイベントの配信できるってことなんでそっちも頑張ります。ただやっぱり時間は止まってくれないので、今できることを全力で頑張りますし、明日のライブがね出たかったな。やる曲すっごい私練習したすっごい私練習したっつってそうそう、うん、ゆりちゃんがイベントに出たんですよね、ショールームイベント。すごく頑張ってて、私もいつも毎日ショールームやってる身からしたら絶対大変だろうけど、すごい頑張ってる姿を私が引き継げるように、ゆりちゃんの分まで私が一時取ります頑張ります。報われるはずだ。大丈夫やって、ニキ頑張れ、ニキ耐えるんだ、踏ん張れだ。ニキはきっと売れる、ニキはきっと売れるんだ頑張ろう。止まったわけじゃないですね、止まったわけじゃない。
ということで皆さん、また会いましょう。時間が過ぎちゃうよ、あんまりやったら。若干三重詩だけ呼ぼう。三重詩、ありがとうみんな。3位はターボーさん、ありがとうございます。そして2位は大井さん、ありがとう。そして1位は細田さんです、ありがとうございます。 Thank you。 A アップがにぎば、全員が必死に必死に必死にこれからも走っていきますし、これまでも走ってきたので、ここからはみんなと一緒に明るい未来に走っていけるように、この期間はそれぞれ全力で頑張っていきたいと思いますので、どうか、まあ、アプガニウィークになっちゃうぐらいだね、アプガニウィークになっちゃうぐらい頑張りたいと思います。そうですね、アップアップガールズですから、私たちはアップアップしていきましょう。たくさん皆さんと一緒に楽しい思い出を作っていけたらなと思っております。そして秋田公演はちょっとね、開催を延期を予定しています。頑張ります。スケジュール取れ次第皆さんにご連絡というか連絡させていただけますので、その時はぜひ皆さんも来ていただけたら嬉しいなと思います。そして5月22日この日、川崎クラブチッタにてライブあります。そのライブをソールドアウトさせましょう。頑張ります。私は広告塔としてアプガニキの広告塔として頑張ってまいりますので、皆さんもよかったら来ていただけたら嬉しいなと思いますし、4月29日にはカジーのソロライブもあるから、それで全ての思いをぶつけたいなと思っております。ぜひ、でもチャンスかもしれないね、この期間でたくさんの方に知ってもらえるように頑張ればいいだけだから。明日のスケジュールはちょっと変える、朝早くない方がいいよね、昼やろ、昼夜夜だな、昼夜夜、昼夜夜のこの3つで行こうと思います。なので12時からしようかな、12時からと、みんなが見やすい時間がいいよね、9時、カリさんがライブ、カリさんがライブ、カリさんライブ何時、そうやな、9時、9時かな、9時からだな、9時、ファニコンは多分3時ぐらいかな、9時半ぐらいじゃないかな、9時半と23時45分のこの3本でお送りいたしますので、皆さんぜひよろしくお願いします。ということで、ちょっとお時間の方がちょっと伸びちゃってごめんなさい。はい、後であのファンルームと、ツイッターの方で送らせていただきますので、皆さんぜひお越しください。よろしくお願いいたします。ということで、
こんな感じで明日も皆さんにいろんなものを送りいたします。電話どうなるんだろう、ちょっと電話についても明日になっちゃうと思うんですけど、ごめんね、ほんといろいろバタバタになっちゃうんだけど、ね、できる人はフォーユーはできるんじゃないかな。まだ適当なこと言って、また適当なこと言ったら怒られちゃう。でもね、やりたいね、ね、フォーユーやりたいよね。皆さんも、私たちが皆さんの笑顔をたくさん、あ、電話と時間かぶるか、そっか、フォーユーが電話か、やばい、ナイス、完全にミスった、そうだわ、本当だ、あ、本当やわ、9時そうやな、じゃあフォーユーと被らないように頑張ろう。ありがとうございます、 Thank you。 みんな、また明日会いに来てくれますか。どうかアップアップガールズ過去に昨日応援をよろしくお願いします。まあ大体こんな感じのショールームの配信をやるよっていう感じだったんですけど、後ほどまた連絡しますね。私はだるまです。転んでも立ち上がるんで、ゴロゴロしちゃうこと多いけど、立ち上がるんで、私はだるまなんで。私ちょっとやそっとじゃそんなんへこたれないぞっていう気持ちでいます。日記みんなそうです。アップが日記のメンバー全員がそうです。みんなが一生懸命ここまで走ってきたってことだけは皆さんに伝えられたらなと思っております。それでは、あ、たくさんのだるまでありがとう。それではお手を拝借、せーの、以上です。また明日お会いしましょう。バイバイ。夜遅くにありがとうございました。